フリードリッヒ・カールドルフ・ベルギウスは、シレジアのブレスラウ近郊、ゴルドシミーデン出身の科学者。高圧化における科学の研究の功績により1931年にノーベル科学賞をカール・ボッシュと共に受賞した。科学技術者の子として生まれ、幼少期の大部分を科学工場で過ごした。1903年にブレスラウ大学に入学。 1905年には、ライプチヒ大学へと移り、1907年に卒業した。1909年、フリッツハーバーの指導を受けるため、カールスルーへに移った。そこで、化学平衡の研究を行って300気圧を、状態を達成した。その後、石炭を液体炭化水素に変換するベルギウスポーの開発や木材から糖を作る研究を行った。 1912年にハノーファー大学で教授資格を取得し、後に教授に就任した。1937年、ビルヘルム・エクスナーメダル受賞。第二次世界大戦勃発後にオーストリアへ避難するが、自宅と研究所を空襲で失った。終戦後は IG ファルベニインドストリーで働いた過去を追求されて、イタリア・トルコ・スイスを経て、アルゼンチンへ逃亡し、 1949年、ブエノスアイレスで亡くなった。